皆様こんにちは。本日はですね、この手のですね、隙間に張り込んだ汚れをですね、落としてみたいと思います。でこういういわゆるモール系のところですね、特にこういうところですね、もう汚いですよね。これね、もういっぱいね、ホコリが蓄積してしまって、なかなか頑固な汚れとともにですね、年月が経ってるもんですからね、まあ、ワックスとかが固まって落とせないですね。でこういうね、あの後ろのですね、テールランプの下なんかね、これ溜まってますでしょ。で指がね入らないですよね、これ以上ね。でこういうところは非常に掃除しづらいものですからね、やはりおなざりになってしまうという部分がなきにしもあらず で実はですね、この手の汚れに対してのご質問がですね、ものすごいたくさん来てるんですよ。で今回もですね、まあちょっとねお困りの方が多そうなので映像にさせていただくことにいたしました。でまあ実際はですね、あの別にそんな大して難しいことではなくてですね、以前あのこちらのこのエンブレムですね、エンブレムのお掃除の時にやったっきりでございますが、ピカピカでしょ。これ、ね、シリコン使うとね、こんなぐらい輝いてくれるんですよ。でまああの基本はエンブレムとですね同じでございますので、あの何も難しいことはないのでございますが、ちょっとだけねこのいわゆる隙間と言われる箇所っていうのはちょっと盲点で面倒くさい部分が若干ございますので、今回はその辺も補足しながらですねお送りしたいと思います。はい、それではやってみましょう。本日ご登場いただくのはこちらでございます。これあの前回ご紹介したですねシステマ歯ブラシ、非常にですね優秀でございますが、この今回は直接ボディをゴシゴシやるものですかね、若干柔らかめっていうのをね選択しておりますが、このハイテク歯ブラシでございますけども、今回はこの頭のところが、以前は4列のを使ったんですが、この3列っていうねちょっと薄めのやつをね使います。でブラシの先がですね細いので、だいたいですねこの手の隙間ってね2ミリ切る場合が最近はあるんですね。なのでこの3列ってやつだととっても簡単にこの隙間に入れることができるので、お買い求めの際はですねこちらをご購入いただくといいと思われます。はい、はい、でいつもご紹介しているですねこの信越化学の KF96、 こちらをですねこの小分けして使っていただくとですね、このボディのケアの場合はですね非常に使いやすいでございますね。まあ適量このように移し替えていただいて、あとはですねこれもいつもご紹介している筆を使ってですねちょっとだけこの染み込ませてあげようというのが基本になります。それではバンパーのね端からやってみたいと思いますが、これはですね簡単でございますね。このように KF96 をこんな感じでですねまずは染み込ませていただくんですね。これね水なんかでね最初やらなくてもいいですよ。もうねこのシリコンの浸透力がないと汚れ取れませんのでね。であとはですねこのご用意いただいた3列のシステム歯ブラシをここにこうやって入れていただくんですよ。でもそうすると汚い汚れはですねこのように全部簡単に取ることができます。でここら辺はですね長い年月をかけて蓄積しているので非常に危ないので慎重にやってくださいね。あの砂の蓄積量が半端でないんですね。まあ、大体こんな感じでねザーッとねやっていただくんですよ。とねこういう隙間がね綺麗になるとね古い車でもね結構新しく見えますので、
で、このように、まあ、少しずつね、やっていただいて、で、しつこければ、こうやってね、ちょっとね、つけ置きしておいていただくんですよ。ね。で、また、ボディを一周した頃にね、やると、もっとスカッとね、簡単に取れますので、まあ、つけ置きがね、非常に有効でございますので。で、次はですね、バンパーモールですね。バンパーモールの、この上っ側ですね、こういうとこ。むっちゃくちゃね、これ、汚れが溜まってるんですよね、こういうとこね。ねえ、バッチリでしょ。もうこうやってやっただけで汚れが出てまいりますが。で、こういうところもですね、やはりボディですので、あんまりゴシゴシできないので、たっぷりですね、シリコンをこのように中に流し込んでいただいて、で、先ほどのこの3列のシステマをですね、こうやって入れていただくんですね。で、このね、幅だとね、システマ3列入るんですよ、中に。で、こんな感じで、ちょっとね、歯磨き、柔らかくね、歯磨きをするような感じで、で、適宜ですね、こう汚れは、ショップタオルで拭き取っていただいて、で、こんな感じで、ザーッとやっていただくと、もう簡単にね、取れますので、いかがですかね。見えますかね、これ。こっち側はまだやってない方ですね、ここら辺。で、こっち側が今済んだとこですね。こちら辺やってみましょうかね。これ、こうやってね、こんな感じで。そうするともうこんな感じで真っ黒けになりますので。この今四隅ですか、この隅っこの方ね、こんなんかでもこうやってやるだけでもさっとね、汚い汚れが浮き出てまいりますので、いかがですかね、これ。こんな感じで、で、ここもね、一回やったらね、しばらくもう一回、ボディ全体やってる間にね、もうちょっと浸透させてあげた方が取りやすいよねっていうケースがございますので、このようにですね、塗っていただいて、しばらく置いといていただいても構いませんのでね。この辺りがね、一番しつこいでございますよ。やはりね。でね、このシステマのね、頭が、こういう感じでですね、この溝の中入ってくれるんですよ。幅が広ければ、4列のやつでもね、いいんですが、結構ね、この3列がね、この細い隙間にね、うまくね、歯と歯の間に入るような感じで、いい感じに張り込んでくれます。こんな感じでございますかね。綺麗になるでしょ、意外に。もうこうやってね、あとはもうザーッとね、取っていけば、もうすぐに真っ黒けになって。で、ここはね、砂が噛んでますので気をつけてくださいね。たっぷりのシリコン入れていただくといいと思います。かんすかね、これね、こんな感じでもうさーっとね、隙間にシリコン入れるだけでございます。で、こうやってね、ザーっと、もう真っ黒けなシリコンになって出てきますので、私はもう砂噛んでますので、拭き取るときにね、ゆっくりとやってくださいね。こうやってね、もうこんなにショップタオル汚れちゃうんですよね。なので、結構なまとまった量の砂が入ってますので、少しずつ少しずつやっていただくのがね、やっぱ傷をつけずにいいでございますので、傷をつけずに施工するにはね、慌てると大変なことになりますので、やはりここもですね、取れやすくするために、一度やったらですね、しばらくつけ置きをしておいていただくと、2回目になればさらにですね、綺麗に取れてまいりますので、これだけでもね、かなりもう綺麗になりますでしょう。こういう隙間はですね、汚れが入ると古ぼけた感じに見えますので、こ
こんな感じにね、いっぱい入ってますでしょ。でね、特にね、このテールレンズのね、とこなんかは蓄積量って結構多いんですよね。で、ここもこんな感じでですね、シリコンをザーッと塗っていただいて、まあ、あの手法としては同じでございます。何も変わりません。で、まあ、この辺りからちょっといってみましょうかね。こうやってね、書き出すっていうこともなかなか難しいんですが、まあ、こんな感じでブラッシングしてるようなね感じでやっていただくといいかもしれませんね。今ここなんかでもね、どうでしょうか、これこうやってねビューってやるとほら取れますでしょ。こんだけ取れたんですよ。ここ簡単にねシリコンでねこうやって落とすことができるんで、あのなんか特殊な薬品とかをね入れると取れなくなっちゃうとね、塗装ちょっと影響すると怖いので、こういうところはこのシリコンを使ってあの流し出してあげるっていう風にしてあげるとね、すごくいいでございますね。ここはもう比較的簡単に落ちましたですね。こういうね、あの一番ねコーナーのところですね、これこういうところもちょっとこうやってねシリコンを多めにねこうやって塗ってあげて、でこの辺からやってみましょうからね。でね、こうやってあっという間に綺麗になっていくでしょ。一塗りでねかなり落とせるんですよ。で当然砂が噛んでますので、ここら辺はきついでございますので、ちょっと時間をかけてねやってあげるというのがいいと思います。こんな感じですね。なかなかね汚れがね何十年も蓄積してるところっていうのはね取れにくいでございますからね、無理して行うと本当に、ね、傷がついてまいりますのでね、ほらちょっと立つだけでこれだけねもう落ちるんですね。で下の方はこれ砂がね噛んでおりますので、随時ねこのショップタオルで拭き取っていただいて追い出していくっていう感じでございますね。一回でね本当やらない方がいいですよ。危ないでございますのでね、きついところはこう拭き取りながら何回も新しいシリコンを入れていただいて、こんな感じですかね。もうこれぐらいの時間でもねさっとね落ちますので、焦ってねゴシゴシやらなくていいですよ。簡単にねもうシリコンが染みでさえくれれば簡単に落とすことができますので、無理をせずちょっとだけね時間をかけていただくといいと思います。はい、これでねもう綺麗になりましたですね。でこの下ね、ここら辺はやっぱり砂がね今混じったシリコンがありますので、そーっとねショップタオルで拭き取っていただくという感じでございますかね。もうこんな感じで、まあ、あっという間に取れますので焦らずですね気長に、あ、ここにねほら砂みたいに溜まってるでしょ。いかがですかね、端から端まで綺麗にあっという間にできますので、焦らずね、ちょっとだけ、まあ5分ぐらいのことですよ、時間かけていただくと安全にですねこの手の汚れ落とすことができますので、はい。で次にですね、ここでございますね、これはあのドアモールですね、タイヤからですねそのままダイレクトにブレーキパッドのカスの雨あられみたいなね箇所でございますね。でまあここはちょっとねやっぱり気をつけていただきたいのが、あのブレーキパッドは鉄粉の元になるようなね、あの銅だとか鋼だとかの金属が混じった汚れが入ってまいりますので、結構ねあの尖っているホコリっていうんですかね、まあ、砂とその鉄系のものとそれからカーボンですね、あのブレーキパッドなんかはその当たりを滑らかにするためにですねカーボンなんかがね入ってたりいたしますので、それでまあこうここら辺がねやっぱり黒くなる理由の一つでございますね。
で、まあ、こちらもですね、基本的には同じようにやっていただくんですが、まあ、ちょっとね、汚れが危ないでございますので、こう、多めにね、やはりこんな感じで、よーくね、浸していただくというのがいいと思います。まあ、シリコンはね、本当に綺麗に浸透してくれますので、ちょっとだけ時間を置いてあげればね、ちゃんとね、ほこりに染み込みますので、気長にね、やっていただくといいと思いますよ。はい。で、またね、この3列のシステマをね、使っていただくと簡単に落とすことができますが、このね、システマを使う理由っていうのはね、この毛先ですね、これちょっと細いでしょ？これ分かりますかね？ちょんちょんって出てる。で、ここがね、こう、ほこりに、とか汚れに当たってくれると、タオルでね、例えば、こうグッと押しながらやるとね、このタオルにこう移るわけですよ、黒いのがね。そうするとそこに結構汚れが溜まってて、で、タオル自体に汚い汚れがこんなような感じで付着するわけですね。で、そうするとこれをグッと押し付けたりなんかね、すると結局紙やすりみたいになっちゃうんですよ。だからね、危ないんでございますね。なので、このシステムを使うと結局毛先はこんだけ細いので、ほこりをね、こう押すってことはあんまないんですよ。そうするとね、非常に楽にね、傷つけずに、このほこりだけをね、かき出すっていう感じできるんですね。なので、ほこりよりもね、下手すりゃ細いかもしれませんね。なので、こうやってね、この辺にこのように黒いのが出ますでしょ？で、こいつは軽くこうやって拭いてね、あげて、で、除去しながらやっていただくと、ボディにね、直接ね、この砂がね、あったとしても、取れてるだけで浮いてる感じになるんですよね。なので、非常にですね、安全にね、こう取ることができるんですね。なんで、こうやってこすってても、砂を押してないんですよ。システマのその毛先が細いから、こうばらけてるだけで、押さない。そうすると、傷がつかないという感じでございますね。こんな感じで、もう一回、こうやって抜いておいて。少しね、こういう、汚れがきついところは、つけ置きがね、やっぱいいでございますのでね、焦らずね、ちょっとずつやっていただければいいと思います。こんな感じでね、この汚れがね、これだけつきますでしょ。で、この汚れが、結局このシステマの毛先がね、かき出してくれてて、さらに、こうボディに当たっても、砂をね、直接押してないんですよ。毛先が細いからね。だからタオルでこのようにグイってね、やると、ここにこれだけの砂が映ってる状態なので、どうしてもですね、砂をペーパーで押す、すなわち紙やすり状態っていうね、ことになってしまうんですね。でね、ここはね、やっぱね、ボディのね、ここが一番厳しいですよね。もうダイレクトにね、汚れがやってまいりますので、少しずつ少しずつね、やっていただくといいと思います。まあでもね、一回取れ始めたらね、まああっという間ですよ。要は下までね、染みてくれさえすれば、こういうところも、簡単にね、もう、取れちゃうでしょ。こんな感じでございますよ。しつこい汚れも、ちょっとだけ時間かけてあげれば、こんな感じでもうほとんど取れてしまいますので、このドアモールっていうのは、最近あまりないですよね。もうついてる車とほとんどないんじゃないかな。で、やっぱりクーリキーとか、コストダウンだとか、いろいろとそういう理由があるんでしょうが、これあった方がね、私はね、なんかいいような気がするんですけど、
まあ、最近の車はね、もうほとんどない状態でございますので、まあ、こういうのはある一定のね、年月が経ってる車をご所有の方はね、やはりちょっと苦労される箇所でございますので、まあ、こんな感じにやっていただくと綺麗にね、取れてしまいます。いかがでしょうかね。こちらまだ未施工の方ですね。で、これが今やったところでございます。で、いつもご紹介してるですね、このおたふく手袋ですね。これ冬用軍手っていうね、ちょっと分厚い軍手なんですが、こうやってね、触ってあげるとね、簡単になんか変なもんがあるときはすぐ引っかかって分かりますので、こうボディの表面をね、確認する上でも非常に役に立ちますので、機会があったらね、お使いいただくといいと思います。こっちもやってみましょうかね。もうね、ほら、染みてるとね、あっという間に取れますでしょ。5分ですよね。最初ちょっと映像のためにつけてすぐね、施工してしまいましたが、そうするとね、あんな感じで、まあ、ちょっと取れにくいんでございますけどね、もうこうやってね、すぐシリコンをつけていただいて、もうどん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 出てきますよね。で、このモールっていうのはブッシュみたいなので止まってる場合と、それから強力なね、両面テープで止まってる場合と、2つありますので、まあ、いずれにせよこれシリコン溶剤入ってませんので、その手のものに関しては安全でございますので、モールがこの施工をやったからって取れちゃうとかそんなことございませんのでね、ご安心ください。まあ、こんな感じでございますかね。もう簡単にね、これを書き出すことができますので。まあ、これだけね、いつも洗車してても、ここでこうやって拭いたりなんかしてると、ここにね、溜まってしまうんですよね。なのでね、どうしてもね、取りにくい箇所ではございますが、もうほら、シリコン入れるとあっという間に取れちゃうでしょ。もうシリコンがね、染み込んでくれさえすれば、もうこちらのもんでございますので。まあ、5分くらいね、次回見ていただくといいと思いますよ。もうどんどん取れちゃうでしょ。なので、まあ、ドアのね、モールは、結構ね、非常にややこしい材料がですね、プラスアルファとなっておりますので、砂以外にもね、ブレーキパッドのカスの成分がございますから、ちょっとだけね、気をつけてやっていただくといいと思いますね。でもね、まあ、気をつけるって言ってもこんな感じで思うんですよ。まあ、さっきの汚れは何だったのっていうぐらいですね、ここを見ていただくとね、差があると思いますが、こんな感じで綺麗に取れますので、焦らず、まあ、5分つけ置きですね。やっぱりフロントドアは5分つけ置きの方がいいかもしれませんね。蓄積量がね、半端でないのでね。もう、ボディ全体にね、こう塗ってる間に5分なんて経ちますのでね、最初にもうやりたいところ、ボディ全体にこうやって塗っておいていただいて、で、5分経ったら、もう、こんな感じでね、もうこすっていただければ、もうさーっとね、溶けてまいりますのでね。で、随時、この汚い汚れをですね、拭き取りながら取っていただくと、安全にですね、傷つけずにモールの汚れも除去することができます。ということで、今回はですね、このモールに蓄積した汚れをやっつけてみました。ありがとうございました。